どうも梅です。うち何の梅っていうね、女の子の猫ちゃんが、まあ、元々捨て猫だった子、ちょっと保護した子がいて飼ってるんですけど、いつもこんなことないんですけど、今日なぜかですね、仕事部屋の前で入れてけろってめちゃめちゃ泣くので、多分その声が入っちゃうんですよね。動画撮ろうと思ったんですけど、なのでちょっと仕事部屋に入れた状態で撮影しますんで、このね三脚の足をちょっとおもちゃ代わりで結構じゃれるんですよ。でガタガタガタって、もしかしたら画面動くかもしれないんですけど、今日ちょっとこの子の仕業ですので申し訳ないんですが、この状態でよろしくお願いします。改めましてどうも、ハイチューです。今回は主に受験生向けではあるんですが、実際小学生のうちからもやってほしいんです。問題を解くとき、ワークをやるときとかにこれをやってますかっていう、つまり中1中2とか高1高2の方ももちろん参考にしてほしいっていうか、普段から意識しておいてほしいっていうことを話していきます。で、本題というかもう1個だけしかないんで、これっていう答えを言う前に1個で画面をちょっと見てください。こちら、今画面に出てるのは中学1年生で勉強する数学の内容を何問か出しています。で、制限時間5秒で皆さんにあることを決めてもらいます。いいですか？制限時間5秒です。いきますよ。今映ってる、この画面に映ってる問題、はい、何秒で解けますか？今回の伝えたかった本題はこれです。何かっていうと、例えば皆さん学校のワークとか、まあ、塾とか書店さんで買ってきたワークとか問題集あるじゃないですか。どの科目でもいいです。例えば見開き2ページこれをやろうとか、小学生だったら算数ドリルかなのこのページってなった時に、パッて見た瞬間にこれが何分ぐらいかかるかなっていうのを毎回意識してやってください。いいですか？毎回この問題をやるには何分かかるだろうか。そして大事なのは予想する、それをちゃんとストップウォッチで測って実際どれぐらいかかったのかっていうのも毎回チェックするんです。なんでこんなことをやってほしいかっていうと、まだ小学生のうちとかだと、いや時間足らないなんていう経験なかなかないですよね。ただこれが学年が上がっていって、高校受験とか大学受験になっていくとめちゃめちゃ怒ります。時間が足りなくて終わらなかったっていうことが。で、この時間をどう使いこなすかっていうのも一個の勝負というか能力なんですよ、受験を戦う上での必要な。で、今回例えばテスト受けるときに、皆さんいきなりじゃあ問題用紙配られました、大問1からいきなり解き始めます。実際はこれ最初に30秒ぐらい使ってパーって全部見るんですよ。大問4まであったら4までを見て、どこで何分ぐらい時間かけていいのかなっていうのを計算した上で始めるんですよ。だからそれで大問1が12分ぐらい使えるなって思ったら、12分経ったら次に行かないと、チェックポイントで自分で時間を決めてない、決めてそこを管理していくないと終わんなくなっちゃうんですよ。50分間っていう時間が使いこなせなくなっちゃう。で、その時に普段からこのね問題集をやる上で、これだったら何分ぐらいかかりそうだなっていうのが実際に思ったものと実際に自分の能力ね、かかる時間がフィットしてれば、当日試験当日に思った通りに管理できるんですよね。でも自分が外出たいって言ったんでしょう。もうでもそこが違ってしまっていて、例えば問題集見た時に、よっしゃこれ10分で終わりそうだなって思ったけど、実際やったら25分かかったとか普通に起こるんですよ。これ10分で終わると思ったのに25分かかってたら15分もずれてるんですよ。これ試験本番でやっちゃったら、このペースでやろうと思ったら、うわ全然終わんない、やばいやばいって焦っちゃうんですよね。このズレが起これば起こるほど試験当日もうまくいかなくなっちゃう。で、試験本番、入試本番で焦りが一番良くないんですよ。試験中にね、焦っちゃうと頭真っ白になっちゃうから、もう必要以上に力が発揮できなくなってしまうっていうことが起こるので、普段勉強してる時全部の科目です、今回数学で例えしてますけど全部ですよ、国数英理社どの科目においても、このページやろうって思ったら、あ、大体何分ぐらいできそうだなって、で、できれば入試のことを考えるんだったら10分でできそうだなと思ったら 20% ぐらい短縮してください。つまり10分って思ったら8分ぐらいの設定でやって、時間のプレッシャーも程よくかけつつやっていくと、自分の思ったやつと実際にかかる時間っていうのがフィットします。で、これができるようになると相当入試本番で普段の勉強効率も良くなりますからね。
入試本番でも普段の勉強でもプラスになっていきますので、もう難しいこと言ってないです。今からこれやろうって量を決めました。そしたらどのくらいかかるのかなってちゃんと考える。で、あんま時間かけちゃダメ。サクッとパッと見た時に感覚でこのくらいかなってやると。で、入試、受験生の方とかはそこからちょっと時間のプレッシャーをかけてストップウォッチを使って実際どのくらいかかったかっていうのをやってみてください。で、それを最初いっぱいずれてて構わないから、俺もずれてたんだから、みんなずれてるから。で、それを微調整してだん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 合わせていくっていうのを、これは普段の練習です。普段の練習、いきなりやめてやめてくれ失礼しました。もういいとこだからやめて、ね、普段の練習です。そう、いきなりこれをやったらもう急にできるようになったぜとはならないので、普段からコツ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 勉強毎日ね、みんなしてる方が多いと思うので、その中でストップウォッチを測りながらぜひやってみてください。では今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、来週の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ今週も一週間お互い頑張りましょうね。バイバイ。痛い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 。